はい、こんにちは、グランピー清水です。今日はですね、このカナダからやってきましたこの荷物をちょっと開けていきます。これはですね、4月にシーオッタークラシックに行った時に、見つけたものなんですけど、なかなかこういい感じのものがあったんで、ちょっとこれを注文してみます。多分個人以外で日本で買ったのは初めてなんじゃないかなと思ってるんですが、開けていきますね。これが、これは、はい、さあ、お小物が入ってますね。で、今回届いたのはですね、こちらです。見えますかね。9.8 というところのドロッパーシートポストです。で、ちょっと、まあ、全部出しましょうか。とりあえず全部出してみて、箱が三角形なんですね。よいしょ、まあ、いっぱいあります。全部出してもしょうがないか。いろいろと、まあ、いろいろと、まあ、こんなぐらいしておきましょうかね。全部で10本、12本ぐらい入ってきたんですが、よいしょ、はい。で、こちらの9.8のフォールラインっていう、ドロッパーシートポストなんですけど、こちらがですね、まあ、いろいろも今日本に国内にはたくさん、まあ、あるんですけど、ロックショックスとかフォックスとか、まあ、レースフェイス、カインドショック、いろいろとドロッパーポスト入ってきてますけど、なかなか僕は結構背が低いので、場合によっては使いたいけど使えないっていうものがあったんですけど、これがですね、実はほら、なかなか、あ、開け方がなんかあれですね。ちょっと待ってくださいね。僕本当に初めて開けたんで、はい、ここが、こう開くのかな。おお、こっちも開けないと開かないっぽいですね。よいしょ、よいしょ、よっ、はい、来ました。で、そうそう、はい、開きました。こんな感じで、入っております。さあ、これがブツですね。で、これは125mm だったかな。太さが 30.9 の、125mm ストロークのものです。で、こいつの特徴としては、まずでちょっとカンペ用意したんで、言ってきます。で、ストロークが70、ここの動く量ですね、ストロークが 75mm から 200mm まで、25mm 刻みで用意されています。75、100、125、150、175、200mm になってます。で、今回入荷したのは 75mm から150mm までのものの 30.9 と 31.6 のモデルを注文してます。で、まあ、大体これのサイズで国内はほぼカバーできるんじゃないかと思うんですけど、で、特徴としてはですね、これ結構軽いんです。で、単体で 125mm、 30.9 もこれですねが、451g です。で、某バイクヨークとかフォックスとか、ロックショックスとか、がですね、もうちょっとずつ重い感じですね。で、これと、この辺の、リモートレバーと
ワイヤーを込みで、534g なんですけど、バイクヨークが、539g、これ結構軽いです。でフォックスが、ちょっと分かんなかったですけど、でロックショックスの、ステルスですね、リバーブステルスっていうのがあるんです。それで 574g なので割と軽い部類です、ですね。で、次はですね、ま、あとはストロークが短いものが用意されてるんで、あのグラベルバイクとかクロスカントリーバイクとか、ちょっとフレームサイズ、このシートパイプが長いものでも、あの使いやすいタイプのシートポストですね。で、あと、まあ、今回付属のもの、まあ、これちょっと出しましょうね。で付属にですね、まあ、こういうトルクレンチ、簡易のトルクレンチとかも入ってまして、でリモートレバーも入ってます。これはあのブレーキとグリップの間とかにつけるとちょうどいいタイプですね。でリモートレバーに関してはあのウルフトゥースのレバーが、バッチリ使えるそうなんで、そっちが好みの人はそっちに交換も可能です。で組み込みも割と簡単なようで、またこれはまた改めて紹介したいと思いますけど、あの割と簡単なようです。であとですね、で割と何ですかね、こうストロークが短いのがあるって言ったんですけど、僕も背が低くて、特にあの1回あのちょっと大きめのフレームでシートポストが黒缶的なトライル系のフレームでドロッパーポストつけようと思って、結局このこことここクランプのとこですね、クランプのとこと、まあ、レールまでの高さっていうのが決まってくるんですけど、それがあの合うものがない、もう一番高くするともう高すぎる状態になるっていうのがありまして、諦めたことがあるんですけど、このフォールラインに関してはこのちょっと今一緒にありますけど、ですね、これですね、スペーサーキットっていうのが入ってまして、ストロークを詰めることができます。なので今までこう高すぎてドロッパーポストが使えなかったっていう人、こういう人にもなんて希望の光というか、あの今まで諦めてたフレームにドロッパーポストをつけることができる、そんなドロッパーポストです。なのでこう今まで本当僕も何度もあるんですけど、諦めてた、もうつけれないなと思ってたフレームにもつけれるドロッパーポストなんで、困った人がいればすごく助けになるんじゃないかなと思います。で、まあ、ちなみにこいつ、一番短いノーマルで一番短いタイプですね、75ミリストロークのものなんですけど、ここのクランプから、クランプからレールまでの距離が、135ミリですね。で中に入る部分、このクランプから下ここまでで190ミリっていうのが一番短いタイプですね。でそれでも足りない人はスペーサー入れてストロークを調整してあげればこう使えるんじゃないかと思います。でこれがですね、気になる価格なんですけど、税抜きで 44,880円になってます。で、まあ、このセットですね、このセットこれで、44,880円になってますんで、まあ、とりあえず使うには問題ないかなと思います。で、まあ、今後こうストローク詰めたいという方にはこういうオプションもあったり、あとですね、自分でこうメンテナンスしたいという方にはこういった分解が楽になる専用のツールも用意してますんで、こちらも気になる方は見てみてください。でこれまたあのインストールとかまた詳しいことは改めて紹介しますので、ぜひぜひちょっと気にしてみてください。で あともう一つ、今これヤグラが、これはオフセットがゼロのタイプなんですけど、オフセットが25ミリもしくは前にマイナス25ミリ、そういうのも
も用意されてますんで、ポジションが広く取れるなかなかいいシュートポストです、はい、ではこの9ポイント8のホールラインよろしくお願いします。また詳しいことはブログなりで、説明していきますんでよろしくお願いします。